こんにちは、アルです。さあ今日はですね、スプラトゥーン3にもしかしたら観戦モードがあるかもしれないっていうお話と、新たにねスペシャル一つね、吸引機っていうのがね、あの情報解禁になりましたので、そちらについてお伝えしていきましょう。はい、実はですね、あの観戦モードがあるかもっていうのがですね、この任天堂のオンラインストアでスプラトゥーン3を見たときに、こうまあ、商品の説明があるじゃないですか。そこのね一番下のところシュリ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 っていくと、ここですね、ここ、インターネット通信では同時に8人まで対戦できるほか、2人までの観戦で参加が可能ですって書いてあるんですね。で、まあ、これって普通に考えれば、あのスプラトゥーン2とかでもあるじゃないですか、あのプライベートマッチ。プライベートマッチも一応インターネット通信でやってて、8人まで遊んで、で、2人は、あれができるじゃないですか。観戦ができるじゃないですか。なんで、まあ、普通に考えたらそのことなのかなとは思うんですが、なかなかね、そうとも言えないところが何個かございます。例えば、じゃあこれスプラトゥーン3の、商品紹介なんですけども、じゃあ、2と同じような、まあ、2もね、プラベで2人観戦できるんで、だったら2にも同じことが書いてあるはずじゃないですか。と思って、ちょっと2のところも見てみました。これスプラトゥーン2のところ行って、で、スプラトゥーン2もね、バーっとこう、下の方まで行くと、やっぱりね、さっきと同じような、仕様が書いてあるんですが、そこにはですね、じゃじゃんと、まあ、本体の容量がありまして、とか、ね、さっきのとか書いてないんですよね。インターネットの通信で言うと、本ソフトにはインターネットに接続できる環境と、Nintendo Switch Online の加入、過去有料化必要なモードや機能があります、みたいな感じの説明があって、まあさっきのね、8人で対戦可能な他、2人が観戦できますみたいなことは書いてないんですよね。で、ね、もしこれがあったら、めっちゃいいじゃん。その、プライベートじゃなくて、プライベートマッチじゃなくても、ガチマッチとか縄張りとかでも、見たいじゃないですか。うまい人のやつとかってね。あとはなんか、まあ、自分のプレイもね、見直せればなぁとは思うんですが、まあそれは、録画機能を使えば、まあね、こういう風な、僕も DM 実況やってるんで録画とかできるんですけれども、そうじゃなくてね、なんかその、自分がやってる試合を、別の視点で見るっていうのができたらね、めちゃめちゃ嬉しいなと思うんですけど、どうかね。そうなんですよね。まあ、僕もこれだけだと、まあどうかなと思ったんですけど、ちょっとね、やっぱり、3のあの縄張りバトルがあるじゃないですか。あれでちょっと気になるところがあったんですよね。あの、バトルリザルトのところに表彰ゲットっていうところで、例えばバトルナンバーワンとか、その、とどめ数ナンバーワンってわかるじゃないですか。あの、対面した数とか、あの、相手をデスした数とかっていうのがわかるんですけど、この注目された時間ナンバーワン。これがね、なんだろうなって思ってたんですよね。まあ、その、プライベートマッチとかであれば、まあ、その、観戦モードでね、まあ、見られた時間とかっていうのもあるのかなと思ったんですが、これをね、紹介ムービーで入れてくるっていうことは、何か、あるのかなと思いまして。これ、どう思います？まだね、公式からそういった観戦がね、野良で、できますよとかっていうのは、全然アナウンスがないので、この辺はもう、妄想になるんですけど。ね、オンラインの、スプラトゥーン3のオンラインのところで見たやつだって、2には書いてあって、3には書いてないこともたくさんあるんでね。僕のまだ想像の域は出ないんですが、もしこういったところから観戦モードがあったらいいよねっていう。感じです。OK! 昨日ですね、新しく解禁になったスペシャルがあるんですけれども、そっちがこちらです。じゃじゃん。吸引機。Twitter のね、情報読み上げますね。これは新しいスペシャルウェポン、吸引機だ。バンカラ地方らしい豪快なサイズのノズルで、相手の攻撃を強力に吸い込むぞ。吸い込んだ攻撃は後部のタンクで自分たちのインクに変換され、ああ、なるほどね。反撃弾として射出される。たっぷり吸い込んで相手にお返しだ。で、吸引機を使っている様子を撮影した映像を入手した。相手の攻撃を吸い込めば吸い込むほど反撃弾が大きく強力になるようだぞ。うまく使えば仲間を守ることもできそうだ。確かにね、これ縄張りバトルのムービーの中にあったよね。チャージャーが使っとったかな。なんか、
吸ってんのかなみたいな。で、その後、なんかやってんのかなみたいな感じだったんですけど、今回の映像では、見て、これめちゃめちゃ、吸って吸って、この吸うのが多いければ多いほど、あ、爆発の範囲も出るんじゃね。めっちゃすげえ。めちゃめちゃ吸ったら、超強えってことかね。すご。だってあの、縄張りバトルのこんな範囲広くなかったもんね。っていう感じでね、吸引機というね、防御にも使えて、その後、攻撃にも転じれる、反撃できるっていう、なかなか面白そうなスペシャルですね。使ってみたい。じゃじゃん。レッジさんですね。ありがとうございます。僕としては一直線上に飛ばせるポイントセンサーみたいなのが気になるところですね。従来のポイントセンサーはアーチ状に投げれたじゃないですか。そのおかげで障害物の裏側にも着弾させることができたわけなんですけど、一直線上になったということは障害物の裏に投げることができなくなって弱体化したということなんですかね。公式動画の46秒ら辺に映ってますということなんで、これね、そうなんかね、プライムが多分使ってると思うんですけど、なんかアイコン的にもマーカーっぽいんですよね。で、そう、あのポイントセンサーがレイチルさん言うようにドーム型じゃなくって、この一直線型にもしかしたら切り替わってるかもしれないですね。どうなんだろうね。確かに壁裏とか、その視界が見えんところにも投げれたんで、あのポイントセンサーだったらね、これでね、ほらフワーンってだいぶ広いよね。でそこにいた相手にこうマーカーセンサーがつけれるんですけれども、それが一直線になるっぽいよね。どうなんだろうね。一直線の方が強いのかな。でも一直線につけるってことは、そうよね。相手が見えとかにいけんけ、やっぱり見えんところの相手をやったりとか、その牽制に使えんよね。ここ通ったらセンサーつくぜ、みたいな。あれやられるとローラー結構厳しいんで。ポイントセンサーがぐるぐるしとるとこには近づかんんですけど。どうなんだろうね。あれも一直線に投げて、そこの、あれが残るんかな、判定が。ちょっとこれは続報を待ちましょう。OK! じゃじゃん。福良さんありがとうございます。R さん小ネタです。やってたらすいません。オクトの F06 でタコを全部倒すと当たり目が隠しゼルフを言います。ぜひ調査お願いします。OK! F の06で行ってみよう。郊外での熱き戦い、東輸東部駅、敵倒しながらゴールインせよ。全部倒してみよう。こうなったら一番報酬が多いのが一番難しいはずなんで、ハイドラか。カーリングハイドラ。ちょっとこれで行ってみましょうか。なるほどね。行ってみよう。あ、やべえな。ここ行けるかいね。溜めて。右から左へ。いっちょ、うわー、気持ちいい。めっちゃすごいじゃん。やっぱハイドラってすげえんだ。こうしてね、塗っておいて。で、あそこ近づいたらね、また出てくるけ。ちょっとこれで行きましょう。どっこ。これ、チャージキープできんよね。あらら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 ら。気持ちいい。で、彼らはね、沼に落ちますんで。はは、気持ちいい。しゃ、全部片付けたな。ここは姫ちゃんが。言ってくれましたね。多分いろんなところで言うキャラが変わるのかな。次はこれ降りんといけんのか。OK、 フルチョじゃなくてもやれるんだったらいいよね。おらららら、 OK で、よし、一人やった、一人やった。ここダメだ。ジャンプポイントが出るね。危ね。おらららららら、よし、オッケー。あそこにいるな。散々俺は、ハイドルの曲者でやられてるからな。この辺、オッケー。で、炙り出したところ。気持ちいい。何、ハイドラって気持ちいいじゃない。これめちゃくちゃ気持ちいいじゃない。で、ここ難しそうだね。待ってよ。先に、
自分のフィールドにしちゃいましょう。オッケーオッケーオッケー。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 あの辺にいるな。おらおらおら。よしよしよし。あ、ここにいるんだよ。当たんねえか。おー、突っ込んできたぞ。で、よし。ほら、うわー危ない危ない。よし。先に倒しておいて、あー、ダメだな。おら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 。いや、連射は正義だな。連射と射程は正義だ。ほら。何も怖くない。おろろ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 。もう正面からの殴り合い。あらら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 。よーし。めちゃくちゃ強いわ。で、インク貯めますでしょ？で、あの真ん中の、うぞうむぞうを、フルチャでやる。うわ、強いな。で、近寄ってきたところを、やる。ほら。で、そこの、盾は、もうフルチャージショット。お見舞いしてやって、で、離れたところから、これもよね。オッケー、全部倒した？いや、まだおるんか。なんだ？何がいるんだ？あ、なんかおるよ。なんかおる。何がおるんじゃろ？ちょっと見てみようか。あ、けなげな。はぐれ爆弾小僧がいます、みんな。見て。かわいそう。なんか気づいたらもう周りに誰もいなくなっちゃったっていうやつですね。よし。アメージンあれだけの敵を裁くとはのう。最後ちょっとかわいそうな感じになっとったけど。で、倒すと、こういう風にイクラと、さっきのじいちゃんのセリフがあれか、隠しセリフってことね。オーケー。ハイドラ楽しいね。ただ、溜まるのが待てないんだよね、チャージ系は。ふふ。おいー、おいー。2周すれば、振るちゃうよね。いや、でも長いなぁ。オーケオーケー、ご視聴ありがとうございました。こういう風な感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っておりますので、ぜひ何か気づいたことがございましたら、YouTube のコメント欄で教えてください。ませませい！じゃあね！バイバーイ！